通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ディズニーからの話題です。この番組でもこれまでねたくさん取り上げてまいりました。ディズニーのフロリダ州における自治区の問題、今回ですね新たに設置された理事会からディズニーがですねここでかなり好き放題やっていたんじゃないかという告発があったといって話題なんですね。この内容がですねかなりえげつないものとなっていたので、今回はこちらの内容を見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな G ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらですねちょっと見えておりますが、ディズニーフロリダ州の自治区での問題です。今回ですねこの自治区に新たに設置された理事会から72ページにわたる報告書が提出されたんですが、その報告書によりますと、このディズニーがですね賄賂に近しいことをやっていて、かなり怪しいお金の使い方をしていたんじゃないかと指摘されているんですね。今回はですねこちらの内容を詳しく見ていきますが、最近ですね強化月間の回もありまして、新たにチャンネル登録していただいた方増えましてありがとうございます。そもそも自治区って何なのっていう方もね結構多いんじゃないかなと思うんですね。そういった方はこのチャンネルにディズニーカンパニーのプレイリストがありますので、そこを辿っていただけるとおおよそわかるんじゃないかなと思います。今回この話題が久々ですので、これまでの経緯をここで一旦ね改めてまとめてみたいと思います。このディズニーというのはですねフロリダ州から自治権というのを与えられていたんですね。つまり一つの独立した町となっていたわけです。これはね本当に名ばかりの町ではなくって、消防署もあれば警察もある、リーリクリークという本当に一つの町だったんですね。これによりディズニーというのは建物を新たに建てたり建物を移動したり、その度に州からいちいちその承認を取る必要がないので、非常にスムーズな運営ができていたというわけです。アメリカは建物の建設に関しては本当に厳しくって、ここにかかる手間やお金というのを全てスキップできていたわけですね。当然ディズニーが発展してくれればフロリダ州にも税収として返ってきますので、そこでディズニーとフロリダ州というのはウィンウィンの関係にあったわけですね。なんですが現在のフロリダ州の知事ロン・デサンティスが性的指向の議論禁止法案に署名しました。これは学校内でねセクシャリティとかジェンダーに対して話してはいけない、そういった法案なんですが、教育における親の権利法に追加される形でこの法案に署名したんですね。これはデサンティス陣営は反グルーミング法と呼んでおりまして、これによりデサンティスの強硬な支持者たちはディズニーのことをグルーマーズと呼んでいるわけですね。当時ディズニーの CEO はボブ・チャペックだったんですが、当初はこの法案に対してだんまりを決めていました。なんですが母の多い取締役会にかなり突っつかれたと言われていますね。このボブ・チャペックはディズニー社としてこの性的指向議論禁止法案に反対するんですね。その結果このロン・デサンティス知事はディズニーから自治権というのを取り上げ、現在このリーディクリーク地区というのはこのロン・デサンティスの息のかかった理事会員に総入れ替えとなっているわけです。その結果これまで門外不出だったディズニーの内部事情というのがこの理事会によって次々と暴かれているという状態です。ロン・デサンティス陣営が反グルーミング法と呼んでいるこの法案は、ディズニーを含む左派は鈍性芸法案と言っているんですね。そしてこのねロン・デサンティスによる介入は違法じゃないかと言いまして、現在もですねデサンティス対ディズニーで法廷闘争が繰り広げられていると、まあそういったわけなんですね。そして今回その理事会から出てきたスキャンダルというのがこちらになります。デサンティスとの対立でディズニーの税務署が不正取引を告発、akin to bribes ということで、こちら bribes というのは賄賂ということになりますが、こちらですね akin to、 こちらが本日のキーワードになります。こちら akin ですね、akin、 こちらねいくつか意味が出ているんですが、今回はねこちらになりますね。同じような性質を持っている、似ているということで、こちらのね akin というのは同種同類という意味なんですね。でこれが akin to になりますと、何々と似ているという意味になります。似ているというとですね similar っていうね単語が広く使われるんじゃないかなと思いますが、それよりもフォーマルな言い方なんですね。そしてねこちらにね kin とありますね。こちらが、はいこちらですね、これね家族っていう意味なんですね。親族血族とかね、akinというのはここから来ていると言われていて、つまり似ているという意味になるわけですね。ということでこちらはデサンティスとの対立でディズニーの税務署が不正取引を告発、賄賂に等しい、報告書はディズニーが独立統治地区に絶対君主制を作り上げたと非難している、ロン・デサンティス州知事によって設立されたセントラルフロリダ観光監視委員会は月曜日に最初の調査結果を発表した。この報告書はディズニーの特別改善地区を調査したもので、ディズニーは特別管理地区の地位と引き換えに病院、手頃な価格の住宅、その他の公共施設を建設することに合意していたが、ディズニーはテーマパークの建設を続ける一方でそれらの約束を守らなかったという、つまりリーリクリク地区というのはディズニーランドではないんですよね。一つの独立した町なので、町を作ると言っていたのにテーマパークしか作っていないじゃないかと。この地区には学校も病院も図書館もなく、ディズニーの従業員とその家族のためにこれらのサービスを提供しなければならない周辺コミュニティにその費用を押し付けていると報告書は指摘している。以前はリーリクリーク改善地区として知られていたこの特別区は
1967年以来ほぼ完全にディズニーによって統治されており、ディズニーに無制限の権限を与えていたと報告書は主張している。その権限は野放しであったため、ディズニーは他の例外的な特権の中でもとりわけ自社の消防署や警察署を創設し、指揮をする権限を獲得しただけでなく、ここすごいですよ、その気になれば原子力発電所の建設も行う権限を獲得していたと報告書は述べている。報告書はまたディズニーが地区の活動を監督する一般市民の能力を制限しようとしたことを非難し、その体制を絶対君主制に例えている。報告書にはディズニーは完全に議会を出し抜き、信じられない行為を成し遂げたと書かれている。ディズニーはフロリダ州、ひいてはアメリカ合衆国内に憲法外の統治機構、すなわち実験的な絶対君主制を確立したのである。それは誇張ではなく昔の王国に驚くほどよく似ていた。この報告書はデサンティスが2月に同地区の全理事会を解散させ5人構成の新理事会を設立する法案に署名した後に出されたもので、報告書では全理事会と地区職員がディズニーから賄賂のような贈り物を受け取り、ここね、akin to bribes ありますね、賄賂のような贈り物を受け取り、同地区が会社のニーズを最優先するようにしていたと主張している。ディズニーは町のために働くわけではなくって、町自体を会社のために利用していたという告発なんですね。これ主語がディズニーだからちょっとね、よくわからなくなっちゃうかもしれませんが、ここをね、例えばフロリダ州のロン・デサンティスに置き換えたら、いかに重大なことなのかがわかるんじゃないかなと思います。同社は何年もの間、区の職員をディズニーの職員のように扱い、例えば無料の年間パスや大幅な割引など、賄賂にも似た特典や恩恵を提供していたと報告書には書かれている。当然のことながら、地区の職員はディズニーの利益を最優先することが自分たちの仕事だと信じていました。そしてこちらがディズニーの当時の言い分ですね。フロリダ州の HB1557 は別名ドン制限法案とも呼ばれ、決して可決されるべきではなかったし、署名されるべきではなかった。ここすごいですよ。私たちの企業としての目標は、この法律が議会で廃案となるか、裁判で破棄されることであり、そのために活動している国や州の組織を支援することに変わりはありません。私たちはディズニーファミリーの LGBTQ+ メンバーの権利と安全のため、そしてフロリダ州及び全米の LGBTQ+ コミュニティのために立ち上がることに専念しています。そしてね、以前も取り上げましたテイラー・ゲスラー・ラニングさんがね、リポストしておりますが、ディズニーアニメーションスタジオの従業員は終日、ディズニーウォークアウト、ディズニー・ドゥ・ベター、ここね、ディズニー・セイ・ゲイとありますね。フロリダ州の同僚と LGBTQIA+ コミュニティを支援します。連帯します。ということで、このようになっていくわけですね。これはね、活動家の団体ではありませんよ。ディズニーアニメーションスタジオです。ディズニー・セイ・ゲイを掲げて連帯を示し、まあ、ディズニー社を挙げてですね、このフロリダ州と戦っているというような状況なんですね。こちらニューヨークポストの記事ですね。デサンティス選出の取締役会、ディズニーの税制優遇を非難、企業の縁故主義。フロリダ州のロン・デサンティス知事が今年初めに任命した監視委員会は、ディズニーが米国現代史の中で最もひどい企業縁故主義からの利益を得ていたと述べている。セントラルフロリダ観光監視地区は月曜日に報告書を発表し、ハウス・オブ・マウスが1960年以来いかにしてほぼ完全な統治権限を獲得したかを報告した。当時のフロリダ州知事クロード・カーク・ジュニアが署名した法律により、ウォルト・ディズニー・ワールドのテーマパークに加え、住宅地と商業地を融合させた実験的コミュニティとしてリーリクリーク海田地区が提案された。しかし監査員によれば、ディズニーが生前に当初構想していた都市は実現することはなく、今日に至るまでディズニーの特別区には基本的に住民が存在していないという。ディズニーは完全に議会を出し抜き、信じられない行為を成し遂げたと監査人らはデサンテスとフロリダ州議会に提出した72ページの報告書に記している。ということで、ニューヨークポスト、そのですね、72ページにわたる報告書というのを全て掲載しています。こちらね、ありますね、ずらーっとあるんですが、これね、結構長くって、ここね、全て見れるようになっていますね。ずらーっとあります、こんな感じでね。そしてこちらがですね、ディズニーの今の言い分ですね。こちら広報からの声明になります。この報告書は歴史修正主義の実践です。客観性もなく信頼性もない、地区内への投資を頓挫させかねない無駄な訴訟で、 CFTOD の、これは中央フロリダ観光監視地区のことですね、 CFTOD の利益を推進しようとしているだけだと、ディズニーの広報担当者は声明でポスト紙に語っている。さらに CFTOD の理事会が言論の自由という憲法上の権利を行使したディズニーを罰するために知事によって任命されたという事実に変わりはない。これがね、今の法廷での争点ですね。理事会はディズニーがこの地域に投資を続ける能力を弱体化させたいと考えているかもしれませんが、私たちは過去半世紀にわたってセントラルフロリダ経済に与えた影響を非常に誇りに思っており、毎年ウォルトディズニーワールドを訪れる何千万ものゲストのために最高品質の体験を維持することに全力を尽くしています。なんかさっきはね、全然違うこと言っていたような気もしますが、監査役はこの特別区をディズニーにとっての踏み台と表現し、ディズニーとそこからフロリダ州オレンジ郡とオセオラ郡にさらなるパークを開発し、最終的には827億ドルのメディア帝国へと発展していくだろうと述べた。はい、ということで、本日はですね、ディズニーがフロリダ州
ロリダ州のリーリクリーク海戦地区において当初の契約内容と違うことをしていたんではないか、そして町のディズニー以外の従業員に対して賄賂を送っていたんではないかという告発があったという話題を見てまいりました。こちらね、ディズニーの天敵デイリーワイヤーも報じておりますが、以前もですね、このリーリクリーク地区ではこの地区内だけにとどまらず、その取引先の業者にまでね、ダイバーシティを求めていたなんていう告発もありましたよね。ディズニーの定める人種の基準を満たせないと契約を切られるとかね、ペナルティを課せられるとか、まあそんな告発もありましたが、このリーリクリーク地区というのは設立されてもうね57年ぐらい経つんですよね。ということはディズニーの内部というのはすっかり入れ替わってしまってるわけですよ。だからそう考えると怖いですよね。大きい権力を持ったまま中身が入れ替わってしまったら、それがどう使われるかわからないわけですから、まあ、今回ねこういった報告が出てきても、まあそれはそうだよねとしかプクタは思わないんですが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。